ああ、もう春の季節だな。花撮りたいな。ポートレート撮りたいな。桜の季節だな。ポートレート楽しいだろうなって思った時に、でもあのレンズ欲しいな。あのレンズで撮りたいな。このレンズ撮りたいなって思ったことありませんか？っていうところで、実はですね、ニコン好きの皆さんお待たせしました。ニコンからですね、春のですね、クリエイターズキャンペーンですね、始まりますので、これによってですね、キャッシュバックをですね、カメラだったりレンズだったり受けることができます。その中で、このレンズをですね、安く買えるチャンス、このカメラを安く買えるチャンスっていうところがありますので、よかったら参考にしてみてください。私がですね、このレンズいいですよ、このレンズいいですよっていうところでご紹介していきたいと思いますね。このチャンスですね、なかなか値上がりしてる、物価高でですね、いろんなものが高くなってる中ですね、こういったキャッシュバックなんかですね、あるとすごくですね、助かりますし、このチャンスの中で買うことによってですね、安く手に入れることができるので、よかったら参考にしてみてください。もちろんニコンさん、ニコンダイレクトで買うこともですね、いいと思うんですけども、その中でプラスですね、クーポンだったりとか、例えばヤフーショッピングで買うと、ポイントがついたりとか、Amazon で買うとポイントがついたりとかですね、楽天で買うとポイントがついたりとか、ヨドバシで買うとポイントがついたりっていうところで、さらにですね、お得に買うこともできます。それプラスキャッシュバックキャンペーンのキャッシュバックが貼りますよっていうところで、さらにお得に買えるチャンスになってますので、よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい。では早速ですね、ニコンのクリエイターズ応援キャンペーンの方をですね、見ていきたいと、ちゃんと言えたかな。ニコンクリエイターズ応援キャンペーンスプリングやっていきたいと思っております。対象商品のですね、ご購入期間、2023年の3月10日金曜日から4月17日の月曜日までになっておりますので、この期間に購入していただくと、このキャッシュバックを受けることができますよというものになっております。1ヶ月ちょっと1週間プラスぐらいですね、ありますので、この期間にお得に購入してみていただけたらいいんじゃないかなというふうには思っております。で、キャンペーンのですね、内容についてはちょっとここを読んでいただいてですね、事前に確認していただいて、どういうふうに応募するのかっていうところをやっていただけたらと思っております。で、何が対象となるのか、どういったものがキャッシュバックされるのかっていうところのお話なんですけども、ボディ&レンズキットみたいなところですね。ここが、例えば Z7 II のボディは3万円キャッシュバックありますよ。3万円大きいですよね、3万円。はい。で、Z6II のボディで2万円キャッシュバックで、レンズキットで2万円のキャッシュバックっていうところで、はい。ここですね、注目してもらいたいのが、この赤のひし形のマークは、初めてキャッシュバックキャンペーン対象になった製品になってますので、今回ですね、この Z6 のボディとレンズキット、今回2万円のキャッシュバック、初めてのキャッシュバックキャンペーンの対象になりましたよっていうところになってますので、ちょっとですね、気になる部分として、このひし形の赤マークのところですね、気にしてみてください。じゃあ、ボディ持ってますよ、レンズ欲しいんですよっていう方はですね、こちらのレンズ単体の方ですね、単品の方ありますので、2万円のキャッシュバックが1424の 2.8 とか、2470の 2.8 とかですね、7200の 2.8 っていうものがあります。はい、ここもですね、2470私も使いましたけど、めちゃくちゃ使い心地良かったですし、7200もすごく使い心地良かったので、ここで2万円のキャッシュバックで購入するっていうのはすごくおすすめなポイントかなっていうふうには思っております。で、ここの1万円キャッシュバックのところですね、バーッと見ていくといろんなレンズありますし、おすすめとしては2875の F2.8 とかいいですよね。あとは 20mmF1.8 の S ラインのレンズ、あとは 35mm の F1.8 の S ラインのレンズで、 85mmF1.8 の単焦点のS ラインのレンズっていうところで、この中では一番 85mm の F1.8 の S ラインのレンズを持ってない方に関してはですね、この中で一番このレンズがおすすめなんじゃないかなっていうふうには思ってます。私個人も持ってますし、すごくいいレンズなんですよね。なので、ポートレート撮りますよとかいう人はですね、結構おすすめです。ポートレート撮らなくて、ちょっとスナップとか撮りますよって方は35とか 20mm というのはですね、すごく使いやすい、焦点距離のレンズになっております。でその中でも一番ちょっと一押しなものとして、ニコンの MC
105mmF2.8 の VR レンズっていうこのマイクロレンズですね。これもですね1万円のキャッシュバックのですね対象になってますので、これもですねすごくいいレンズっていうところで、まあ、またですね新しくレビューもですねやっていきたいと思ってますし、これも新しくですね今回のですねキャッシュバックキャンペーンの新しく対象になりましたよっていうレンズになってますので、これもですねすぐ結構品切れになったりしますので、まあ、これ早めにちょっと購入しておいた方がいいんじゃないかなっていうレンズの一つになっております。はい、で7000円のキャッシュバックのところですね、ここも、まあ、例えば、まあ、この、DX シリーズもありますけども 50mmF1.8 なんかもすごくいいレンズになっております。で MC50mmF2.8 というマイクロレンズもですね、まあ、ここでキャッシュバック7000円ありますので、まあ、この辺のですね安い結構レンズ 50mm なんか7万とか8万円ぐらいで買えるレンズで、さらに7000円のキャッシュバックがあって、この、まあ、マイクロレンズの 50mm なんかも結構安めの、まあ、5万とか6万とかだったからもうちょっと下かなっていうところのですねレンズになりますので、まあ、この辺7000円のキャッシュバックあるのはすごく嬉しいところかなというふうに思っております。で結構注目すべきはこの5000円のキャッシュバックのところですね、あの 28mm2.8 のレンズ、そして 28mm2.8 のスペシャルエディションの方ですねレンズ、そして Z40mmF2 のですね、まあ、レンズになってます。ここが、まあ、レンズ単体としてもめちゃくちゃ安いんですよ。めちゃくちゃ安い上にさらにキャッシュバックがありますよっていうレンズですよね。まあ、特にこの 40mmF2 なんかすごくいいんじゃないかなっていうふうに思いますし、今回ですねキャッシュバック対象にですね、まあ、初めてなったレンズのですね、まあ、この3つっていうところで、まあ、結構ここもおすすめなんじゃないかなというふうに思います。 28mmF2.8 も3万5000円とか4万円しないぐらいの価格で買えますし、 40mm なんかも3万5000円ぐらいだったと思いますので、まあ、すごく安く買えるレンズになってくるので、ここはですねもうちょっと安価に手に入れたいなって方はすごくおすすめな、まあ、3つのレンズ、エディションがいいのか、まあ、どっちがいいのかっていうところは、ここは好みに分かれると思うんですけども、ここはですね、まあ、Z40mmF2 は一つ持っておいて損はないレンズなんじゃないかなというふうに思います。特に 50mm 持ってなくて 50mm ちょっと高くて買えないなって方は 40mm がすごくいいですし、 35mm を持ってなくて 35mm ちょっと高いなって方も 40mmF2 っていうところはですねすごくいいんじゃないかなというふうに思うので、ここは結構おすすめなポイントになってきますね。 28mm2.8 と 40mmF2 っていうところですね、まあ、この辺ちょっと選択肢として入れていただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、なのでこの辺のですね、まあ、ボディがあったりレンズがあったりっていうところで、まあ、ちょっと欲しい焦点距離この辺なんだけどなっていうところで、あとはキャッシュバック、まあ、これ初めて出るんだからこれもですねいいんじゃないのっていうところで、まあ、購入の検討として、あ、1万円2万円7000円5000円というところで選んでいただけたらすごくいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、こういったちょっと値段が上がってきている中でニコンさんって頑張って値段をですね据え置き、まあ、去年の9月ぐらいだったかな、そのぐらいにちょっと値段上げてるんですけども、その後はですね、まあ、全然値上げせずにですね他の、まあ、メーカーなんかはちょっと値上げしてたりとかですね、ソニーさんなんかはですねいくつかですね段階的に上げながら結構高くなってきてますので、その中でニコンさん結構据え置きの中でさらにキャッシュバックっていうのはすごく嬉しいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、このタイミングでぜひですね、まあ、カメラだったりとかレンズだったりっていうところで購入してみていただけたらと思っております。はい、というわけで、ね、今回の動画はここまでになっております。まあ、ぜひですねこういった安く買えるタイミングで、まあ、レンズとかカメラとか購入してみていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、これからですね、まあ、ちょっと春に向けてちょっとポートレート撮りたいなとか、いろんなもの撮りたい、花撮りたいなとかですね、風景撮りたいなっていう時に、あ、このレンズあると面白いなっていうところで、よかったら参考にしてみていただけたらと思っております。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。はーい、次回のスタービュースタジオの動画はこちら。どうもこうです。だいぶ暖かくなってきましたね。でも私花粉症でこの季節めちゃくちゃ大変なんですよ。くしゃみやら目がかゆうやら、まあ大変な季節なんですけども、でも写真を撮るにはすごくいい季節ですよね。ぜひ皆さんいろんなカメラやレンズを持って花やですね人物ポートレートなんか撮影しに行ってみてはいかがでしょうか。次回の動画もお楽しみにお待ちいただけたらと思います。ではまた次回お会いしましょう。
Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for